よかった、気がついたんだね。あれから君は三日三晩眠り続けていたんだよ。調子はどう？調子はどうなの？どこか痛いところはない？そう、私よ。よかった、記憶は確かなようね。ごめん、驚いたよね。まずは何から説明したものか。ここは僕のアジトみたいなものだよ。本部ほどじゃないけど、設備は一通り揃えてある。好きに使ってくれていいよ。覚えてないのも当然か。あの戦いで君はレギオンと融合した。融合した君は暴れ回り、ジェナを消滅させた。記録を見る限り、ジェナは暴走した君からアキラを守ってくれたように見えるんだ。彼女はどうして本当に世界を破滅させようとしていたのかな。おっと、ああ続き続き。そこにヨゼフが連れてきた新たな部隊レイヴンが現れ、一斉攻撃を仕掛け、追い詰められた君はアーク深部へと落下した。僕が途中のパイプに引っかかっている君を発見した時には人間の姿に戻っていたんだけど、どうして戻れたのか想像もつかないよ。彼は無事だよ。ただレイヴンを率いるリーダーになっているみたい。そうそう、覚えてる？カラスのこと。君を追い詰めたレイヴンたちこそ注意すべきカラスの正体だ。僕が機密情報から抜き出せたのはキーワードカラスだけだった。奴らはレギオンを完全に操っていた。これまで君やアキラしか使えなかったレギオンを制御する力を持っているみたいなんだ。二人しかいなかった特殊能力を持った人間が突然あんなにも増えるなんて絶対怪しいよ。そのおかげで他のネウロン隊員はレイヴンのおまけみたいな状態で所轄の警官たちと同じような扱いを受けているようだし、まあそのあたりの情報については引き続き探ってみるよ。頼もしい協力者もいることだし任せてくれ。ねえ、私のことは聞いてくれないの？私も大変だったんだからね。春に情報提供していたことがバレてレイヴンに追われて、命からがら一人でここまで逃げてきたのよ。誰かさんが引きこもったまま指示だけ出して助けにも来てくれないせいで。え、そんな。でもいろいろごめんなさい。そして言いにくいんだけど、君も指名手配犯にされちゃったみたいなんだ。私も追われる前にその情報は確認したわ。3日前の事件であなたがネウロンを裏切って逃げたって司令が緊急手配をかけたの。とても信じられなかった。ううん、違うな。あなたがネウロンを裏切る理由が思いつかなかった。こうして会えてそれが確信に変わったわ。でもヨゼフは君の死体やレギオンを躍起になって探してるはずだ。しばらくはここでおとなしくしてる方がいい。となると今の格好は目立ちすぎかもしれないね。よかったらこれに着替えるといいよ。でも君の性格じゃじっとしてはいられないよね。一応レガセスに仕込まれていた位置情報確認システムは書き換えたから追跡されることはないと思う。リハビリを兼ねて近くを散歩するぐらいはいいんじゃないかな。行っておいでよ。じゃあ僕は情報収集に戻るから何かあったら言ってね。
情報開示、情報開示、情報。
アイリス終了。ちょっといいかな。ユニオンがアーク中に配備しているゲート感知レーダー装置、あれをちょっと拝借してアジトの周辺各所に設置してるんだけど、それが突然動作を停止した。自動診断が走っているから故障のはずはないんだけど、場所を教えるから行って様子を見てきてよ。